はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はシンギレンの野望ドズルローズエピソード3やっていきたいというふうに思います。でですね、前回、まあ、ジーゴンが2つに割れたということで、ギレン派ドズル派ということで、まあ、ギレンをね撃つというミッションが今回発生しています。でちょっと気になるのが、画面の今映しているこの連邦軍ですね。この連邦軍の動きがちょっとわからないので、ソロモンにはある程度の戦力を残しつつ、ソロモン、さらにはサイド3、そして、キシリアのいるここグラナダ、各拠点からギレンのこもるこのバオア空を目指したいと思っています。で地球はねもう残念ながら壊滅状態で、まあ、ニュージーランド近辺に一部モビルスーツが残っている程度で、まあ、これをね、ちょっと残すのも難しいのかなという厳しい状況です。では早速プレイを始めていきましょう。まずは目の前にいる、敵のね連邦軍を叩いていきましょう。で制圧しつつヒットポイントも回復させていきます。でちょっとでもね、ここは経験値を稼ぎにかかりましょう。でここにいるのがザンジバル、マリガンのザンジバルですね。まあ、ザンジバルのマリガンを今思えば編入させる必要もなかったかなっていう感じがするんですけどね。シャアを結局ここで仲間になるじゃんっていうのがあったので、ここにシャアがいますね。ちょっとシャアの足は届かないね。となるとライル、ドーズル、ダロタ、ラコク、まあ、この辺りの艦長に、攻撃をさせるというのが良さそうかな。アモンも、まあ、絵出しましょう。ここはもうザンジバル隊ですね。ザンジバル隊、まあ、この後さっきお話したようにバオアクーへの進行が始まるので、まあ、そこをしっかり勝ち切るという意味ではエネルギーはね、まあ、実はしっかりと節約したい、部分ではあるんですが、まあ、ここはね、経験値稼ぎもしっかりやって後々楽に戦えるようにというのも視野に入れながらバランスを見ていきたいと思います。で、今出撃している部隊で、まずはソロモンから出ているのがバオアクーへ向かいます。で一方ですねグラナダからも部隊を出していきましょう。グラナダを守る部隊としては、まあ、リックドームだけでいいのかな。ちょっと心配ではありますが、まあ、キシリアはじめ艦隊は出しましょう。まあ、艦隊戦になるということはないと思うんですが補給するのにどうしても戦艦は必要なので、でサイド3からも出撃させましょう。サイド3はただ戦艦クラスはないんだな。したいな、ま、アポリ、ロベルト、デュバル、まあ、この辺りちょっともったいないからそうすると解任しよう。解任して乗せ直すというのがいいかな。なので、一旦ここサイド3は、まあ、敵が迫っているというのもあるので、このまま出撃はやめましょう。これでじゃあ時間を使っていきます。で目の前にいるこいつらだよな、危険なのが。なので一応ビグザムをここに配置して、拡散メガ粒子砲ではなく大型メガ粒子砲でもし敵がね、このまま迫ってくることがあればそれで撃破をしていきましょう。で合わせて出撃させておきたいのがもう一機のビグザム。これで、どの角度から敵が迫ってきたとしても一気にね、大型メガ粒子砲で一掃できるという布陣を引きます。じゃあ時間を進めます。
うわ、逃したか。デミトリーのバルバロからしたら、このボール一機なんてハエみたいなもんですよね、きっと。まあ、このバルバロもエネルギーが全くないので、どっかで補充しないといけないですね。クランプ、クランプのこの頬のこけ方、かっこいいよな。さあ、鬼門の地上戦、地球戦ですね。まあ、地球戦は少し厳しい状況だというのが冒頭お話した通りなんですけども、モビルスーツを残すのもね、ちょっと難しいかなっていう状態なので、まあ、ギレンをね、無事に討伐できた場合は、まあ、再び地球降下作戦を行っていかなきゃいけないのかなという気がしています。あ、青枠奪還ということで、青枠奪還作戦が発動です。じゃあ早速その青枠攻略作戦を、発動させていきましょう。5000もかかるのか、結構金かかるね。さあ、これで連邦がおそらく動かないと、静観する構えという情報のようなので、今のうちに戦力をバオアクーへと、向けていきましょう。ただしこのあとすぐにね、連邦が攻めてくる可能性未だ否定できないというところもありますので、ここに展開しているビグザム隊はこのままにしましょう。むしろビグザム隊に関して言うと、もう一機出しとこう。そう、ガルマ乗っていたビグザムですね。ガルマが乗っていたビグザムも出して万全を期すという状態だね。あとはだ、できればパイロット乗せていきたいよね。このあたり、この後出撃するのかというとちょっと微妙だからな。無駄になってもいいので乗せときますか。そうすると、チベにはハマーンがいるのはね、ちょっと目をつぶってもらうとして、まあ、指揮力が高いのはこの中で言うと誰だろうな。ヘルシングかな。ヘルシングにチベを任せて、あとはモビルスーツリックドムにアポリー、ロベルト、このあたりを乗せちゃいましょう。ニュータイプはね、ちょっと温存したいなという気もするんですよね。できればニュータイプは温存で、チベ、ウラガンが乗ってるところも、リックドーム入っているので、ここにね、
部隊を配備していきましょう。パイロットを配備していきましょう。デニム、生きていたか。ドクワン。トワーニングは置いときたいね。ホルバイン乗せちゃおうか。ララーがちょっともったいないかな、このままだと。クスコ、シャリアブル。この二人は、ニュータイプなんでちょっと温存して、ハマーンはまだ登場していないことにしたいと思います。ララーも置いて、ドワーニングとソンネン。できれば二人とも、無才あたりに乗せて、まあ、指揮官として活躍してもらいましょうか。こんなとこかな。まあ、一旦このまま連邦の出方を見ましょう。こっち方面はね。では、我々は、先へ進みましょう。ちょっと遅れちゃうな、このまま行くとね。このランバラル隊が。これがちょっともったいない。けれども、仕方ないかな。できるだけ早くね、敵を取り囲んで、一気に蹴りをつけにかかりたいんですが、ランバラル隊は待ちたいしね、モビルスーツの数がちょっと足りないかなっていう不安がありますね。今このまま、アーバーワークへと攻め込んだ場合。かといって今から出撃させて間に合うものでもない。どうだろう。いや、間に合うな。出撃させよう。出撃させる部隊は、まずは、このリックドム部隊を、無罪に乗せてる余裕はないので、グアジンでしょ？あとは、チベにも乗せられるんじゃないの？乗せられるね。OK だ。彼らも乗せちゃう。で、チベ2隻に、グバジン1隻、これを出しましょう。全然間に合うわ。むしろ無罪より早く到達する可能性の方が高いですね。ウラガン。ウラガンのチベにはマクベも乗ってます。で、アポリー・ロベルトの乗っているチベですね。これも出しましょう。まあ、防衛としてはね、今いる戦力で十分戦えると思います。もし、連邦が攻めてきたとしても、あるいは、バオワクを落とした直後に、ソロモンに再度、連邦が攻めてきた場合でも、今いる戦力でソロモンは守りきれるんじゃないかな、という、目論見三段ですね。むしろこの、キシリアの部隊が、遅れる可能性がありますね。こんだけ足が遅いとなると。連邦は完全に足を止めたでいいのかな。微妙に動いてきてて、ソロモンに近づいてきてる様子が見て取れるんだけど、やはりな、攻めてくるよね。なんか攻めてきてるように見えたもん。まあ、ここはビグザムで洗礼を浴びせましょう。シムスが乗ってんのかい、ビグザムには。マジか。シムスが乗っていたか。ちょっと予想外でしたね。シムスが乗っているというのは。開発プラン確認しましょう。ベズン計画5。これといって響くものではないな。ここは技術投資に金を使っていきましょう。この後強力なモビルスーツを作るために。でだ、問題はソロモンだよね。思ったよりも普通に敵が攻めてきたという驚きがあるんですが、ソロモンをしっかり守らなきゃいけないので、まずはメガ粒子砲だね。まともに戦うよりかは普通に
マップ兵器を駆使した方がいいと思うので、まあ、あくまでもビグザムはここで敵を引きつけておいて、中に侵入された場合はね、ご覧の部隊がまだ残っているので、この部隊でね、持ちこたえるということでいいかなと思います。今は一刻を争う事態なので、先にバオアクーへと急ぎましょう。まあ、複数方面で侵入した方が、まあ、戦いやすくはなると思うので、複数方面からアーバーワークへと侵入するんですが、ドズルと、あとモビルスーツを、まあ、バランスよく配備していくっていうのには注意をね、払っておきたいというふうに思います。そこが忘れて戦艦しかいないよとかってなると、せっかくの、戦艦っていうね、補給艦が補給路が断たれてしまうので、そうならないようにだけの注意は払っておきましょう。余裕で間に合うね。ちゃんと経路を確保すれば早いですね、やっぱり戦艦は。じゃあこれで時間を進めます。連邦がたまにね、この地球をまたいで直接グラナダに攻めてくるっていうパターンがあるんですけど、その傾向も今のところなさそうです。じゃ あビグザムのメガ粒子砲をお見舞いしていきましょうか。ソロモンに侵入される前に輸送しておいてもよかったかもしれないな。まあ、次のターン侵入される恐れがありますので確認していきましょう。いや、普通に攻め込んでくるね。ただビーム兵器はこのビグザムには効かないぞ。シムスがもうパワーダウンだ。早いな。バオアクーエは早く侵入したいので、わーお、まあ、ここはもう委任でいいでしょう。さすがに一機だけだったら。何が侵入してきたんだ。コロンブスとかかもしれないですね。ただ少なくても今、ソロモンにモビルスーツは入っていない状態だと思うので、モビルスーツ生産しておきましょう。ちょっとでも間に合えばという意図ですね。で、生産するのはもうこの後地球戦を視野に入れて、宇宙でも地球でも使えるものを生産していきましょう。宇宙だとギャン微妙だな。いや、今のタイミングで作るの本当にちょっと微妙ですね。リックドムも使えないし、ただのドムも使えないしってなると、まあ投入できるのはイフリートは宇宙はダメだよね。動けないに等しいよね。ドム三連星、いやー微妙すぎる。リックドーム作りたくないからな。ここはなんとか持ちこたえてもらう。まあ、やっぱギャンだな。ギャンを3機作っておきましょう。で、何？メガ粒子砲が撃てなくなっている。一応メガ粒子砲を回避するような動きをしてきてるな、敵は。まずビクザンボは返さなきゃいけないんですが、シムスは戻そう。もうパワーダウンが確実なので。
いや、メガ粒子砲、むちゃくちゃ金く、うん、エネルギー食うね。しょうがない。普通に戻りましょう。まあ、あくまでも、中、ソロモの中にいる部隊で持ちこたえるというのが前提ですね。では、突入していきまーす。あ、バオは空戦です。ドズルだけはね、絶対に落とされないように気をつけましょう。一応、3方向から、あ、バオは空へと侵入していきましょう。おっと間に合わなかったか。グラナダから出た部隊は残念ながら間に合わなかったね。まあ、ただね、戦力としてはある程度戦えるものだという前提でいきましょう。エルメスなんか作ってたな、今。マジか。そのエルメス欲しいな。ビグザムに乗せたいね、そうすると、パイロットを。全然さ、攻め込む要素ないしね。うん。静観、傍観する雰囲気ないよね。連邦に関して言うと、この隙にと、まさに、ソロモンを落としにかかってきてる。まあ、ただビグザム相手にね、ビーム兵器は通じませんから。さあ、ソロモンの防衛戦。まあ、防衛なので、ここも委任しちゃいましょう。大丈夫だと思います。数も揃ってますからね。こういうところでちょっとずつ削っておくっていうのは重要だと思うので。さあ、正統派ジオン58も部隊展開してるか、思ったより多いな。マップ兵器なしで戦うのはきついかもしれない。いやー、ここまで戦力あると思わなかったね、確かに、正直。攻撃衛星か、これは。まだアクトザクとか出す局面じゃないからね。まだモビルスーツを出すには早い。しっかりね、後続の部隊が速やかに侵入できるように、まずは経路を確保していきましょう。残念なのがやっぱりマップ兵器持ってる部隊がいないっていうのがね、ちょっと痛いかな。で、ドズルがやられるともうそこでゲームオーバーなので、ドズルがやられないようにだけは、まあ、注意をね、しっかり払っていきましょう。
ではモビルスーツ隊を出します。シャアのゲルググ部隊ですね。この辺りからモビルスーツ戦になることも視野に入れていきましょう。まあ、まずはね、中枢を確保するというのが重要だと思うので、中枢に向けて今画面の右上から侵入している操作している部隊、これがね一番充実している部隊ではあるので、この部隊を中心に行きましょう。でここにね怪しげなやつがいて、こいつにマップ兵器を食らう恐れがあるので、しかも敵って結構ね構わずに撃ってくるんですよね。味方を巻き込むことを厭わないというか。河川上に入らないように先に潰してしまいたかったけど、どうだろう、潰しきれないかな。ゼーゴックだったかな。ライル、迂闊だぞその発言。ダロタ、やっぱパイロットなしの部隊は決定力に欠けるね。さあ敵が寄ってきましたね。ここは総力戦でいきます。反撃でいく。主力ではない。なんかダロタの声がちょっとカイの声に聞こえるのは僕だけですか。チベ同士の打ち合いだな。ちょっと食らいすぎじゃないか、索敵が終わってないからとはいえ。さてとダメージを受けた感は少し下げておく必要があるので、そこは注意を払います。ゼーゴックは仕留める。もうこの段階でね。ちょっと下げた方がいいな。このザンジバルがやられる可能性があるので、ちょっと下げましょう。下げて攻撃を当てる。ビーグルを出して確実に衛星を壊していこう。衛星は攻撃できちゃうね。無彩を攻撃しとく。そうするとさあこっちだね。ダメージが出ている部隊は特に戦艦クラスは落とされたくないというのは大きいので、しっかりと退避をさせていきましょう。ビッグドームも出す。
ガトーはね敵に寝返っちゃったんで、空のガトー専用リックドームを出さなきゃいけない悲しさよ。さあこれでどうだ、リックドム一気発進できる、制圧しちゃおうか、ハーモンで制圧して後続のファルメルが続くということで、包囲網は完成しつつありますね。いちいちかっこいいよな、言うことがシャオは。ラコックがちょっと心配だな。チベは撃沈できていない。いやできたね。ゼーゴックが落とせない。ビグロは一気撃破ですね。いや敵の部隊まだ多いね。ビグロがやられた。きっちり距離読んでくるね、さすがに敵も。ビグザムあたりで一気に殲滅したいわ。ドレンのチベも前に出す。ウラガもまだまだ前出せるね。そうすると残りの部隊で前進かけていきましょう。まだね、押していい場面だと思うので押していきます。ドロスがいるな、ドロスがよく見ると、
シャーの部隊も前へ出していきます。さあこれでどうだ。ゲルグを一気失ったな。いやなかなか本当に硬いぞここは。いや硬いな。まあ、まだね味方は増援が来るので、その増援を待てばね十分叩けるとは思います。だビグロが落とせない。ゲルググを3機失った。マジか。さあそろそろちょっとセリフはカットしていきましょうか。7位のチベが沈む。いやー敵もなかなかだな。つらいね。ではちょっとシステムの方でオプションで戦闘イベントアニメ削っていきましょう。もう一通りね今出ている人たちは見切ったと思うので切っていくということです。さてどうする。ちょっとずつ戦力削られてるからな。確実に取り囲んで一つずつ始末をつけていきましょう。シャアはまだ戦えるね。ドーズルがダメージを食らうわけにはいかないので、ランバラルを一旦下げておく必要があるな。ここでランバラルがやられるわけにはいかないので、さあではもうちょっと先へ進軍をしていきましょう。いや索敵こんな距離近いのにうまくいかない。パイロットなしは使えないな索敵が。やっとだ。
ビグラングがいるね。ビグラングにいきなり攻撃仕掛けるのは危険だな。ギレンもちょっとまだ手出したくない。さあこんなところですかね。アクトザクも一旦下げちゃおう。危ない橋は渡らない。さあこんなところですかね。心配なのがドーズルがいきなり沈むことはないと思うんですけど、ドーズルの方が少し手薄だというのが気になりますね。シャアももうちょっと火力が欲しいかな。これはモビルスーツもうちょっといいものを与えてあげてよっていうね話だとは思うんですが、ビグロが落とせない。シャアもちょっと一旦下げた方がいいかもしれない。赤鼻が落とされましたね。ドロスの戦闘はちょっと見たいな。見ましょう。宇宙空母ドロス。うお、火力あるな、ドロスの火力。ムサイが、いや、ファルメルが。はい、というところでね、ちょっと時間が長くなってきましたので、バオアク攻防前編ということで一旦ね、今回はここまでに、させていただいて、次回アバオアク後編ということでお届けしていきたいと思いますので、次回もぜひお楽しみにしていただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。